今日付で兵庫県警の本部長に着任した種部重康警視官は、石川県出身の57歳で、これまでに茨城県警や鹿児島県警の本部長などを歴任してきました。今日の会見で種部本部長は、コロナ禍においても警察機能を維持していくことが最重要で、コロナに便乗した犯罪の未然防止に取り組むなどと述べました。また暴力団対策については、引き続き必要な警戒措置を取り、検挙取り締まりを徹底すると語りました。